こんにちは。税業専門の税理士川南です。本日の動画は、今年も確定申告シーズンがいよいよやってきます。今年の確定申告こそ楽にスムーズにしたいという方は必見です。クラウド会計が絶対に圧倒的におすすめです。私はオンラインサロンの運営や Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、ぜひそちらの方も合わせてチェックの方お願いします。また、2022年1月11日に本を出版しましたので、そちらも合わせてチェックの方お願いします。それでは本日の動画、早速行ってみましょう。はい、確定申告を楽にしたい人はクラウド会計を使おうについて解説していきます。本日の内容です。以前会計ソフト使うといいよっていう動画は出したことがあるんですけど、今回は会計ソフトの中でもクラウド会計がよりおすすめだよということで、今回はクラウド会計のみに絞った動画になっております。そして今回はマネーフォワードのクラウド確定申告とタイアップ動画になっています。どうしてかと言いますと、私の顧問先もクラウド会計ソフトいろいろな種類を使っているんですけども、8割方はこのマネーフォワードのクラウド確定申告を使ってるんですね。実際に私の顧問先も使っていて、さらにね、普段私が使って仕事をしているということで、マネーフォワードクラウド確定申告おすすめですので、今回の動画を作ることにしました。それでは本日の内容、まずクラウド会計を使うという理由を紹介していきます。これは今回のね、タイアップのマネーフォワードクラウド確定申告さんだけのクラウド会計を使うといい理由ではなく、一般的にクラウド会計を使うといい理由、メリットをまず紹介してから、マネーフォワードクラウド確定申告をさらに使うといい理由を紹介していきます。そして皆さん、クラウド会計を使うにあたって2つのハードルがあると思います。1つ目が費用、そして2つ目は使い方がわからないというものだと思います。こちらね、使い方のコツを税理士が紹介します。ボタンの解説はよく使う機能はどこですかというのを実際の画面を見ながら解説します。ぜひ動画最後の方まで見てください。そして最後まとめ、本日はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。はい、それではまずクラウド会計ってどうしていいの、クラウド会計を使う理由、メリットについて順番に紹介していきます。まずネット環境があればどこからでも作業が可能なことですね。これは仕事場で入力したり、自宅で入力したり、またはネットカフェで入力すること、ネット環境があればどこからでも作業が可能です。ですので、自分だけでなくスタッフに入力をお願いするということも可能になります。 Windows と Mac 両方対応しているのもクラウド会計の良さだと思います。そして先ほども言ったように、メールアドレスとパスワードさえ分かればログインができますので、どこからでも作業が可能です。またスマホアプリもあるクラウド会計が多いので、スマホにアプリを入れておけば、買い物をしたその場でレシートを見ながらスマホで入力がするという風な、すぐに入力ができるというのもメリットです。そしてこちら、自動集計日付順になるってことです。この自動集計なんですけど、手書きの帳簿書いてる方分かると思うんですけど、一行一行書いて残高を計算して、計算機を入れて足したり引いたりして、最後1月末にいくら残ったかっていうのを手計算してると思うんですけど、クラウド会計を使うとそういう手間は一切なくなります。自動集計してくれますので、もう足し算引き算も自動的にやってきますし、間違いようがありません。そしてこちらも便利です。日付順になるということです。レシートがね、先月の分が出てきたとか、車や財布の中からね、半年前のレシートがピラッと出てきて、でも経費だから入れたい、そんな時ないですか？クラウド会計を使う場合、どの順番から入力をしていっても自動的に日付順になるので、これはすごく使うメリットになります。手書きの場合だとね、ノートの一番最後に出てきたやつでね、また残高を修正し直してって言ってぐちゃぐちゃになるんですけど、クラウド会計を使えばそんな心配はありません。自動的に集計をしてくれて日付順になります。そして次のメリットです。勘定科目を学ぶ機能が搭載されています。クラウド会計なんですけど、一度このね、勘定科目を指定して入力しておくと、次から推測でこの科目じゃないですかっていう風に自動的に学ぶ機能が搭載されています。これすごく便利で、一回ね、入力すると覚えてってくれますので、とても効率的になります。一つ注意点なんですけど、学ぶ機能が搭載されているからといって、そのおすすめで出してくれた勘定科目が違う時もあります。今回のパターンはいつもと違ってこっちだよねって時は、人間がチェックを
をして確認して登録をしていかないといけないという点だけお気をつけください。でも学ぶ機能が搭載されているのですごく楽です。そして次のメリット、青色申告に必要な書類を自動作成していってくれます。青色申告にするためには条件があってね、必要な書類を作成しなければならないんですけど、クラウド会計を使って入力をしていくとその必要な書類を自動作成してくれるというメリットがあります。またね、青色申告に必要な書類って何っていうのはね、他の動画で解説してますのでぜひご覧になってください。今回はここでは飛ばします。さあ、そしてクラウド会計を使う、私は個人的にこれが最大にメリット2点かなというふうに思ってるんですけど、連携機能です。どういうことかと言いますと、ネットバンキングやカードのデータを連携をしてくれます。要はネットバンキングの情報を会計ソフト、クラウド会計ソフトの方に連携してくれる、まあ、データを引っ張ってきてくれるということですね。これが非常に便利です。もう一回使い出すと皆さんね、手放せないという理由の一つなんですけど、ネットバンキング使ってるよとかね、カードをビジネスによく使うっていう方はもうクラウド会計使った方がいいんじゃないかっていうふうに思います。でね、どういうとこと連携機能があるかっていうのは実際の画面見てその時に紹介していきますね。はい、それではマネーフォワードクラウド確定申告を使う理由、さらにメリット、まだメリットがあるってことで紹介していきます。まず一つ目、確定申告の提出が自宅にいながら完了することができます。これはスマホのアプリをダウンロードする必要があるんですけど、スマホアプリ一つで確定申告、要は申告まで完了することができます。マイナンバーカードは必要となりますので、そちらの方は注意してください。またサポート体制があり手厚いです。メールやチャットはもちろん AI のチャットボットや電話サポート、またはマニュアルも豊富です。このマニュアル、すごく分かりやすい解説になってますので、ぜひ皆さんね、使ってください。そして請求書などのその他ツールがいろいろと揃っていて、それを使うことができます。そしてこちら、インボイス制度にも対応していく予定です。このインボイス制度、皆さん心配じゃないですか？昔ね、インボイス制度の動画を見てめちゃくちゃね、たくさん再生回数回って35万回ぐらい今回ってるんですけど、このインボイス制度にももちろん対応してきますよっていうことです。またもう一つ最近話題になった電子帳簿保存法です。こちらも対応していてくれます。電子帳簿保存法についてはね、この電子データ保存義務化っていうね、この動画出してますので内容についてはご確認ください。またマネーフォワードミートの連携も可能になってます。このあたりがマネーフォワードクラウドの確定申告を使う理由、さらにのメリットになります。では次に注目されているインボイス制度と電子帳簿保存法にどういうふうに対応していってくれるのかっていうのをスライドで紹介していきます。はい、インボイス制度の対応についてなんですけど、マネーフォワードクラウド請求書でインボイスには対応してきますよっていうふうなことになってます。やっぱ対応してってくれると安心だと思います。こういう法改正や税務情報が変わった時に対応してってくれるっていうのが、またこのクラウド会計の寄せではないでしょうか。1回1回ダウンロードしなくてもクラウド上にありますので、常に最新のものが使えるっていうのもメリットです。そして次、電子帳簿保存法です。こちら電子帳簿保存法は年明けからスタート、一応2年間の猶予がつきましたけど、2年間の延長ではなく猶予ですので、この電子帳簿保存法というのは年明けからもう制度はスタートしています。電子帳簿保存法に対応したマネーフォワードクラウドのサービスというのが出てきますので、こちら電子帳簿保存法についても対応してくださるということでね、とても手厚いサポートだと思います。こういうね、話題のもの、インボイス制度や電子帳簿保存法について対応してってくれるって思うとね、個人事業、自営業の方は精神的負担がぐっと楽になると思います。では次に、皆さんが思う会計ソフトを使う2つのハードルについて紹介していきます。まず1つ目、これ皆さん言うんですけど、会計ソフト使う、またはクラウド会計使うとなると費用がかかるんだよね、高くないっていう方いらっしゃるんですけど、マネーフォワードクラウド確定申告の会計ソフトの費用は年会費は経費にすることができます。どうしてかっていうと、ビジネスや自営業をしているからこそこの会計ソフトが必要になるのであって、クラウド会計ソフトが必要になるわけです。ですので年会費というのは経費にできるんですね。そしてもう一つ、これ実際によく聞くリアルな声なんですけど、一度使えばもう手放せなくなるっていう声をよく聞きます。要はね、なんでもっと早く使わなかったんだろうっていう感想がすごく多いんですよ。もっと早く使えばよかったと、すごく悩んでて思い切ってクラウド会計手を出したんだけど、一回使ったら便利さが分かって、もっと早く使えばよかったのにな自分っていう風な感想、本当にリアルな声をたくさん耳にします。次にね、この年会費は経費にできるって解説したんですけど、料金についてね、次のスライドで紹介していきます。
はい、料金についてです。マネーフォワードクラウド確定申告の料金表はこのようになってます。3つに分かれていて、パーソナルミニ、パーソナル、パーソナルプラスというふうに分かれています。でおすすめはこちらですね。パーソナル、年払いにしていただくと11,760円、月割りすると980円で使えます。そしてね、年払いしたくなって毎月払いたいなって方は月額プランがありまして、月1280円です。まあ、年払いした方が得ですけどね。でもし自分でね確定申告している人で、確定申告や操作が不安な方で電話サポートを受けたい方は、こちらのプラン、パーソナルプラスがおすすめです。このね、電話サポートはいらないなって方はこちらのパーソナルでいいんではないでしょうか。料金表見てもわかると思うんですけど、そんなにすごく高いっていう風なイメージなくないですか？私は個人的にこれすごく、内容とか対応してくださることを考えたら、そんなにすごく高い料金ではないなという風に思います。実際に使ってるねお客さんからもね、こんなにメリットが多いなら別に経費にもなるし払ってもいいなっていう風に言う方が多いです。そして2つ目のハードル、使い方がわからないというハードルです。もちろんチャットや使い方サポート、マニュアルはあるとはいえ、いざね一人でやろうと思うとできるか不安だと思います。今回実際の画面を見ながらざっくりにはなるんですけど、私がね使い方のコツを紹介していきます。はい、それでは使い方のコツですね。実際のホーム画面の説明と紹介をしていきたいと思います。どんな風に説明紹介をするかと言いますと、どんなボタンがあるのかなとか、よく使う場所はどこにあるのか、まあ一緒にちょっと入力を一件やってみましょうってことと、あとデータ連携のやり方について実際の画面を見ながら紹介していきます。またその他ね必要なポイントがあれば画面を見ながら説明をしていきます。では早速行ってみましょう。こちらが実際のマネーフォワードクラウド確定申告のホーム画面になります。こちらね、自分でメールアドレス、パスワードで登録してログインした最初のページ、ホームページになります。もしねどこか行ってしまって今どこにいるかわからない、困った時にはこのホーム画面をクリックしますと、この最初のページに戻ってきますので、一つのコツとして覚えておくといいと思います。では実際どんなボタンがあるのか上からね紹介していきたいと思います。動画の長さの関係でそこまで詳しくはできないんですけど、ざっくりですね、皆さんがじゃあどこから仕分けをするかっていうと、こちらですね、仕分けの入力をするときはこの手動で仕分けっていうところから仕分けをする方が多いと思います。で仕分け方法にはさらにここ4種類ありまして、上から振り替え伝票で入力する方法、簡単入力で入力する方法、仕分け帳で入力する方法、取引から入力する方法、4つの方法があります。後でちょっと実際にね一件一緒にこの簡単入力を使ってね入力する例を挙げたいと思います。取引管理はそこまでね最初の方から使わないので飛ばします。でこちらにあるのが会計帳簿のボタンです。会計帳簿がすべてこちらにまとまっています。このクラウド会計に入力することで、仕分け帳や現預金出納帳、また総勘定元帳などが自動的に作成されるという流れになります。でこのできている帳簿の中身を確認したいという時に、それぞれをクリックして数字を見たりっていう風にする流れになります。私がよく使うのはですね、この残高試算表という会計帳簿をよく使います。この残高試算表の中身なんですけど、これね空の状態なのでまだ数字が何も入ってないんですけど、こちらに貸借対照表で、ここをクリックすると損益計算書に切り替わります。で損益計算書をクリックすると、こちらに自分が入力した売上経費などが出て、所得金額が出てくる仕組みになってます。でこちらこの数字を例えば1月分にしてこの検索をすると、1月分だけの売上経費所得金額が、またね半期分見たいなって方は6月までしてこの検索をすると半期分の数字を見ることができます。これが本当にクリック一つでできるので本当にクラウド会計は便利だなっていうふうに思います。もちろん1年分に戻したいときは1から12月にブルーの網をかけていただいて検索すれば1年分が見れます。というふうにいろんな会計帳簿の中身がここのボタンから見れるようになっています。そして次レポートなんですけど、レポートは今まで入れた入力がグラフ上、まあ、色分けで分かりやすく表示されます。これ気になる方はまたねご自分で見てみてください。そして次のボタンです。決算や確定申告のものはここにまとまっています。固定資産台帳がここにあって、まあ、減価償却をしなければいけないものの入力、減価償却を計算したり、また家事案分があったり、消費税の集計、決算書、そして確定申告を作るっていう風に、決算申告系はここのボタンにまとまっています。そして次これがね先ほど言ったようにクラウド会計使うデータ連携が一番便利だよって言いましたけど、このデータ連携のとこからデータを連携することができます。ボタンを上から順番に説明をしました。次に実際によく使う場所の一つとして、入
入力の方法ですね。レシートをじゃあ実際にね入力してみようということで、一緒に一件だけちょっとやってみたいと思います。この手動で仕分けの、皆さん初心者の方、この簡単入力がどうやら使いやすいっていうので、簡単入力の方法だけ動画で紹介していきます。はい、こちら今ね簡単入力の方をクリックした状態です。でこのような感じになっています。じゃあどうやって入力してるのか、例えばじゃあ現金で3月15日に消耗品を買ったとしますね。じゃあそういう場合どういう風に入れるかっていうと、ここに収入か支出かをまず選びます。今回現金を使って物を買ったので支出を選びます。ここですね。収入の場合はここにチェックですし、もし預金の場合はここにチェックですね。今回は現金で買って支出になるので支出にチェックを打ちます。でこのまま現金で補助科目はなしです。でこちらですね、この1番2番3番4番の流れで順番に記入していく。で2番取引の内容金額に行きます。ここは何ですかって言いますと、消耗品を買ったので消耗品と、まあ、打つなり、まあ、検索してもいいんですけど選びます。でこちら消耗品を買ったよ。で補助科目はなしです。もしねこの辺補助科目について詳しく知りたいって方は、補助科目のね動画作ってありますので、ぜひそちらの方をチェックしてみてください。補助科目を使うと一気に会計ソフトのレベルが上がります。はい、じゃあ今回1000円使いましたと、1000円と入力をします。で次日付を選択、3番に行きます。3月15日なので3月15日、こっから直接打ってもいいですし、こちらのカレンダーを使っても OK です。3月15日なのでこちらですね、という風にするとここが3月15日に変わります。で次4、何に使いましたか、適用を入れます。こちらですので、例えば消耗品で洗剤とタオルを買ったと、でこちらに局名を入れておくともいいですよね。というふうに現金で消耗品を1000円3月15日に買って何を買いましたかっていう4番で適用していく。そしてここの登録ボタンを押すと仕分けが登録されます。必ずこの登録ボタンを押すようにしてください。登録を押してみます。登録すると下に出てきて、ここで入力ができてますよっていう確認ができます。とここが先ほど登録したものが消えて次のものが入力するっていう画面になりますので、これを順番にしていくっていうイメージだと思ってください。はい、では次にねデータ連携のやり方を解説します。クラウド会計ソフトを使うのは一番便利なのはこのデータ連携ってとこなんですけど、どうやってやるのかと言いますと、ここですね、データ連携のところを押していただいて、新規登録になるので新規登録のボタンをクリックします。そうすると連携したい銀行やカード名を検索してくださいねって出ます。全部で2445件のデータが連携することができます。こちらで自分が使っている金融機関を検索すればいいです。で例えばなんですけど、下にね書いてあるようにね、どういうところが連携できるのかをね簡単に紹介しますね。銀行でしたらこのような形で、他にもね出てない銀行あるんですけど、メインしか出てきてないので自分の金融機関を探してみてください。カードどういうとこ行けるんですかって言ったら、このような感じでカードと連携をすることができます。じゃあ次、電子マネープリペイドはどうなんですかって言ったら、このようなところのプリペイドカード、電子カードが連携することができます。7個カードがあったり LINE ペイがあったりという感じです。次、サービス連携です。サービス連携はこれだけのサービスと連携をすることができますよ。次、通販に行きますと、アスクルさんとかアマゾンさんと連携ですることができますよ。そしてビジネスについてなんですけど、エアレジと連携もすることがもちろんできますし、あとは決済サービスのストライプやペイパルも連携することが可能です。ベースも連携をすることが可能ですし、あとランサーズや指レジなどなどね、たくさんのものとデータ連携をすることができます。この新規登録をしてもらって、探してもらって、各連携したい先のパスワード ID を聞かれますので、それを入力していただくと自動的にデータをこちらのホーム画面の方に引っ張ってきてくれることになります。でデータ連携をすると、ホーム画面に戻ると、今ね実際ちょっとデータ連携してないんですけど、こちらのところに例えばペイパルが来たり、クレジットカードっていう風に連携したところが載ってきます。このような感じで簡単なんですけど、画面のボタンのね解説をザクッとと、入力、簡単入力の仕方、あとデータ連携の仕方と、データ連携できるところはどこがあるのかについて画面上で解説しました。またねこういう会計ソフトのこともう少し知りたいなとかね、今回の動画のコメントなどなどいただけると非常に助かります。はい、それではスライドに戻ってきて、使い方のコツ、ホーム画面の説明と紹介を実際の画面を見ながらしました。最後まとめですね。マネーフォワード、クラウド確定申告もそうなんですけど、クラウド会計自体もう使うメリットしかないんですよね。デメリット
リットっていうのがあまりなくてですね、私は個人的に確定申告自分でしてるよとかね、経理自分でされてるよっていう方には強くおすすめをします。そしてね、会計ソフトを使うことで青色申告のハードルがぐっと下がります。手書きに比べるとね、必要な帳簿を自動的に作成してくれますので、クラウド会計使うといいんじゃないかっていうふうに思います。そして数字やビジネスをするには経営判断に欠かせない判断基準となります。数字を見える化しておかないと判断ってできないですよね。なんとなく赤字かなとかね、なんとなく儲かってるってだけではなかなかね、細かい判断基準、もちろん節税対策、税金対策もできません。使いこなせればビジネスも本当に強い味方になってくれますので、ぜひ今年のね、確定申告は、もしくは、ね、次の確定申告からクラウド会計ソフト使ってみてはどうでしょうか。そしてね、マネフォワードのクラウド確定申告1ヶ月無料トライアルウェブ版があります。概要欄にね、公式サイトの URL を貼っておりますので、とりあえず覗いてみようっていう形でね、登録してみたり、公式サイト覗いてみればいいと思います。確定申告スムーズに今年こそは挑戦してみましょう。はい、このように自営業に役に立つ情報動画を定期的に更新していってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。感想やコメント、また高評価ボタンのグッドボタンいただけると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。私は YouTube 以外にも Instagram 1.3 万人、 Twitter、 あと TikTok はフォロワーが 5.9 万人いますので、ぜひその他の SNS もチェックしてみてください。概要欄から飛べるようにしてあります。はい、もう一つお知らせです。私は2022年の1月11日に本を出版しました。経理節税の Q&A ということで、フリーランスに必要な項目をギュッと一冊にまとめた本になってます。Q&A 形式でセンテンスごとに見れるので、辞書的な使い方もできますし、こういう場合どうなってるのかなっていうのを質問の Q から調べていただいて、自分が気になる答えが簡潔にアンサーとしてね、解説していってますので、ぜひよろしくお願いします。Amazon や楽天ブックスで発売中です。また、あなたのビジネスがうまくいきますように願掛けのね、しおりも入っています。サイン本は税理士顔見のみのベースからのみ買えますので、サイン本がいいという方はそちら下の方 URL 貼っておきますので、チェックをしてみてください。また Amazon のね、税金部門で常にランキングに入っていってますので、ぜひ皆さん引き続きよろしくお願いします。この間日経新聞に広告を出させていただきました。はい、それでは本日の動画も以上になります。最後までいつも見てくださっている方ありがとうございます。またこちらのね、出版記念で作ったそれではまたパーカーもベースの方で売っておりますので、よろしくお願いします。確定申告シーズンがいよいよ来ますので、皆さんなるべく早めに提出してすっきりとね、させてね、その帳簿令和4年度分を貯めないように、確定申告早めにね、提出することをおすすめします。ぜひクラウド会計うまく使って、確定申告を楽にしてビジネス本業に宣言するといいんじゃないかなというふうに思います。それでは本日も以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。